それでは材料です。メロンは丸くてなるべく形のいい大きいものを選ぶといいと思います。今回スーパーで手に入った一番大きいものが赤肉メロンだったので赤肉メロンを用意しました。あとはいちご、生クリーム、こちらは乳脂肪分 40% 以上のものを使うとしっかりと泡立って美味しくコクがあるクリームができると思います。で、手軽に使える市販のスポンジケーキを今回は使います。グラニュー糖が 30g、 あとこちらが水切りヨーグルト。ヨーグルトをザルにあけて一晩冷蔵庫で保存しました。これで水分が抜けてしっかりとしたチーズみたいなヨーグルトになるんですけれども、これをクリームに加えることで、濃厚なのにさっぱりもしていてとっても爽やかなクリームが出来上がります。ぜひ試していただければと思います。冷蔵庫に入れてよく冷えた生クリーム 200cc にグラニュー糖 30g を加えます。で、こちらを泡立ててください。だんだんもったりしてきますが角が立つまでしっかり泡立ててください。このぐらいしっかり泡立てるとメロンの中に詰めた時にクリームがだれずにしっかりと仕上がります。先ほどの水切りヨーグルト 100g を加えます。生クリームはすでにしっかり泡立っていますので、これ以上あまり混ぜすぎずに水切りヨーグルトと馴染む程度に合わせてください。ヨーグルトクリームが出来上がりました。後でメロンに詰めていくときに入れやすいように絞り袋があればそちらにクリームを移動してほしいんですけれども、もしなければこういった食品保存用のビニール袋を使って代用ができますので、これをクリームを詰めていきます。状態で端を切り落とすとしっかり絞れますので、ぜひ試してみてください。これは冷蔵庫でまたよく冷やしておきます。ではメロンを切ってみようと思います。蓋の部分が平らになるように切り落としますね。こんな感じですね。種を抜いていきます。うわ、美味しそう。
スプーンを使ってメロンの実を抜いていきます。果汁がもったいないので、後でメロンジュースを作ろうと思います。キッチンペーパーを使って中の水分を拭いてください。半分にスライスします。最初に切り取ったここは蓋になるので1センチぐらい残して切ってください。それではいよいよ詰めていきます。スポンジをメロンの穴の大きさに合わせてゆっくり抜きます。袋の端を切ってクリームを絞ります。スポンジを乗せて軽く押さえたら、見えますか？またクリームを絞
絞ります。スプーンの背などを使って隙間を埋めるようにクリームをなじませてください。メロンを乗せて、またクリーム、なじませて、スポンジをメロンのサイズに合わせてカットします。イチゴを乗せます。あとはクリーム、スポンジ、果物を順番に隙間を埋めるように重ねていってください。最後に切っておいたメロンで蓋をします。はみ出したクリームはキッチンペーパーで軽く拭ってあげてください。最初に切り落としたメロンの蓋を乗せて、丸ごとメロンケーキ完成しました。ラップをかけて冷蔵庫でしっかりと冷やしてからお召し上がりください。今から切るのが楽しみです。最後まで見てくださってありがとうございます。この動画が役に立ったよ、面白かったよという方はチャンネル登録と高評価ボタンをよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いできるのを楽しみにしております。